時は戦国時代真っ只中、将軍の誰しもが天下人となるべくしのぎを削った時代。私は織田家に勤める家来の一人、信長様に気に入られるため懐で草履を温めた秀吉の話はあまりにも有名だが、それ以上に信長様に気に入られるため日々さまざまなことで顔色を伺ったのだと。西の毛利の動きが怪しくなってきた。そろそろ叩いておかねばなるまい。それでしたらこの秀吉めにお任せいただけないでしょうか。お主の無慈悲な振る舞いよく耳にしているぞ。よし、お主に任せるとしよう。吉報を期待しているぞ。この秀吉必ず信長様の期待に添える働きをいたしまする。こうして西方へと向かった秀吉は一月余りで毛利方につく宇喜多の軍619人の首を討ち取ったという。全面降伏いたします。命だけはお助けください。新たに拠点とするため神月城を奪うことに決めた秀吉は、早々に詫びを入れてきた城兵の言葉に聞く耳を持たず、上司の首のみを要求した。下っ端の申し入れなど聞く必要がない。籠城している上司の首を安土城で待つ信長様に持ち帰ることこそが我が使命なり。そう言って次々に降伏してくる兵の首を跳ねさせた。降伏する者がやむと城の周りに柵を巡らせ逃げられないようにした上で、秀吉はもっと見せしめが必要だと考えた。城内の女、子供を捕まえてこい。味方の兵士にそう命じると200名余りをひっ捕らえてきた。子供はそのまま串刺しにしろ、一人残らずだ。泣き叫ぶ子供の尻から槍を突き刺し、その姿を貼り付けにして晒した。そのむごたらしい姿を生きたまま貼り付けにされた女がまず見せつけられた。もう一思いに殺してください。あの子のところに早く。それじゃあ見せしめにならないんだよ。さあ泣き叫び城内に知らしめるがいい。秀吉の合図で兵士は一人ずつ貼り付けにされた女の尻から槍を突き刺していく。味方もかかわらず兵士の中には目をつぶってなるべく見ないようにしながら実行する者も少なくなかった。断末魔の叫び声を上げ、城の周りは叫び声に囲まれたようだった。手を止めるな。口から槍の先が出るまでだ。尻から刺された槍の先は体内の臓器をそのまま突き破って喉から出てくる。出血はじわじわと広がり、やがてこと切れる。子供に比べ大人はなかなか死ねないのもこの処刑方法の辛いところだ。通常非戦闘員である女子供にこれだけ残虐な処刑をするなんてことはまずない。だからこそ印象付けにはもってこいだった。やらなければ自分たちも秀吉に処分される。その恐怖から味方の兵士たちもまた必死にその命令を実行した。こうした残虐な行為はジョーカーならずとも偵察部隊をはじめ内外から信長様の耳に入る。自身も残虐非道で有名だった信長様のことだ。秀吉の行為でかなり悦に浸ることは目に見えていた。そうして200名余りが口から槍を出した状態で絶命、そのままの姿を見せしめに放置されたのだ。もうご勘弁よ秀吉様。我が上司の首をお約束通りお持ちしました。おう、ご苦労であった。こうして城内に攻め入ることなく城外を地獄絵図にすることで追い詰め、秀吉は上司の首を難なく手に入れたのだ。では残った者の命はお助けいただけ。もう用なしだ、首をはねろ。はっ、そんな約束が違う。信長様が吉報を待っておる。城内はきれいに掃除しておけ。もちろん我ら織田軍に背いた者がどうなるか見せしめにするのを忘れるなよ。この命令に兵士は城内に残った敵兵をひっ捕らえ、備前美政両国の国境に貼り付けにして晒した。信長様、命を受けてから二月で光月城主の首をお持ちしました。はっはっは、よくやった。お前が行った
串刺しの後貼り付けにした行為も実に愉快。我が軍に背く者もこれで少なくなるであろう。秀吉、見事であった。世は戦国時代、このように無慈悲な者こそが天下人としてその名を轟かせる恐ろしい時代であった。